ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはストリートファイター5チャンピオンエディションオールキャラクターパックです。ということでね、ストリートファイター5なんですけども、まあそもそもがねまあこういう感じのパッケージで、これが2016年の2月12日に発売されているんですけども、まあその後ね、ホットパッケージっていうのが2016年2月18日。で、これは同じ日か。通常版と同じ日ですね。で、アーケードエディションが2018年1月18日で、で、そのベストプライスが、2019年3月28日。で、チャンピオンエディションが2020年の2月12日発売ということで、結構バージョン違いっていうかあるんですけど、まあ今回チャンピオンエディションオールキャラクターパックっていうのがね、まあ実際どんなものなのかっていうところがまあ気になるんで、まあこうバージョンあるんだけど、多分ねあのパッケージは当然違うんで、まあパッケージ違いのねコレクター的にはこう多分欲しいとは思うとは思うんですけども、僕は別にまあとりあえずこれで遊べるからいいやと思ってるんだけど、ただあのディスクのね中身がだいぶ違うんじゃないかなってちょっと気になったんでね、サイトの方をちょっと見ていこうかと思います。ということでこちらね、ストリートファイター5、チャンピオンシップエディション、チャンピオンエディション、もう言い慣れないな、どうしてもチャンピオンシップって言っちゃうな、まあいいんだけど、チャンピオンエディションのサイトなんですけど、でこれねちょっとね、まあ当然いろいろ書いてあるんですけど、まあそれはルーク参戦とかあるんですけど、まあこのね総勢45キャラクター、ここに大集結、チャンピオンエディション、オールキャラクターパックってあって、まあ、こちらの方をね、見てみましょうということになりまして、あれ。あ、これこれね。はい、ということでこちらね、ニューってあって、まあ、これが、下の方を見ると、ね、2021年12月9日発売ってね、発売予定って書いてありますね。で、ここ、動向内容を見てほしいんですよ。まず、ストリートファイター5、チャンピオンシップ、まあ、シップじゃないっていう。チャンピオンエディション、ゲームディスク、ということになってるので、まあ、これ、ストリートファイターね、もともとの、これはストリートファイターの普通の5なので、まあ、チャンピオンエディションじゃないわけですよ。チャンピオンエディションっていうのは、2020年の2月14日発売されててね。まあだからチャンピオンエディションっていうのがこのね普通のこのストリートファイター5とは違う、まあパッケージも違うけどディスクもね中身も違うってことがまあわかるかと思うんですよね。まあでも多分これもバージョン、まあ多分ねこれ少なくともアーケードエディションは遊べたんだよね確か。アップデートでどこまで対応してるかわかんないけど、まあともかくね、あのまあディスクの中身はあのチャンピオンエディションになってるってことだけはこれでわかりますよね。で16のキャラクターが使用可能。で、ストリートファイター5チャンピオンエディションアップグレードキット、ストリートファイター5シーズン5キャラクターパスプロダクトコードってことが入ってなってるので、このチャンピオンエディションのディスクと、あとプロダクトコードが別で入ってるってことになるんですよ。これ何を意味してるかっていうと、例えばこれね、まあ、後々ね、中古ソフトで買ったとしてね、このまあ、プロダクトコード使われてるよってなって、たらまああの普通のねチャンピオンエディションを買ったのと同じ効果になるわけですよ。まあこういう見方になるわけですね。で、あとプロダクトコード有効期間というのが2021年12月9日から2023年12月11日ということで約2年間。だからこれはあの中古じゃなくて新品で買った場合にもあの2023年の12月11日までに買わないと、まあ買ってもね買ったはいいけど、届いたのがね、こう、例えばAmazonで買って届いたのが2023年12月12日だったりすると、もう、プロダクトコード使えねえじゃん、みたいな感じになるので、まあ、要は、あの、まあ、早めに買おうねってことですね。まあ、まあ、もしかしたらこれ、多分この状態から言って、チャンピオンエディションのこのね、オールキャラクターパックはオールって言ってるから、まあ、これでオールなんだろうけど、まあ、この後キャラが増えるとか知らないけど、まあ、だから、まあ、まあ最終的にね、もう一個やるとしたら、もう、オールキャラクターパック入りディスクみたいなのが出るかどうかわかんないんだけど、まあそういうのが出なければ、もう、あの、あとはダウンロードでこのオールキャラクターをね、買うしかないっていうことになるんで、まあ、いずれにしても、こうパッケージを手に入れた上で、キャラクターをね、このオールキャラクター入ってる状態を、あの、別売りでね、ダウンロードで買わなくて、ま
まあ、行動とかをね、買わなくていい状態にするためには、このパッケージが必要ですよって、まあそういうことですね。まあ、すごい今当たり前のことばっかり言ってんだけど、もしね、こういうの中古で買おうとしてる人がいたらね、ちゃんと新品で、買った方がいいよ。あと、新品の値崩れを狙ってる人も、2年経つと使えなくなるから、早めに買った方がいいよ。まあ、とにかく早めに買った方がいいよって、まあ、そういうような商品構成というのがわかるかと思います。で、カプコンのね、このプロダクトコードにね、有効期限のやつを入れるっていうパターンはもう、ここね、10年までいかないかな。まあ、結構ね、前からやってるんですよ。まあ、スイッチなんかでもよくあるんですけど、まあ、だからね、こういう、あと、まあ、いや、いろんなタイトルで、PS4 でも結構やってるのがあるので、この辺をね、よくチェックしてから購入をね、決めた。まあ、いずれにしても発売日に買えばいいんですよ。はい。はい。あとは、プロダクトコードに含まれるコンテンツ、シーズン1から5で追加されたキャラクター29体プラス、ボーナスコンテンツ11、200着以上のアレンジコスチューム、追加ステージ23種類、その他カラー、称号、追加 BGM、本製品に含まれないステージの BGM は除く、ファイタープロフィール、テーマなど、で、ストリートファイター5、シーズン5、スペシャルテーマ、プレイステーション4用テーマってことで、だからこの本製品に含まれないステージの BGM は除くって部分の、この本製品に含まれないステージっていうのが、まあ、何なのかってところはちょっと気になるところはあるんですけど、まあ、とにかくね、皆さんは、なんだ、この、とりあえず、このチャンピオンエディションでオールキャラクターが入ってるゲームを今すぐ、別のね、別途、こう、コードとかダウンロードコードとか DLC コンテンツを買わなくてもいいって状態で遊びたいんだったらこのパッケージを買いましょうと、まあそういうことになりますね。はい。まあくどいけども、くれぐれもね、プロダクトコード有効期間よく考えた上でね、購入を検討すればよろしいかと思います。ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サフカンでした。